んにちは、ポンポムゆりです。今回も購入品をやっていきたいと思います。で、あとは店だけです。じゃあまずこれ、プラムベージュっていうチークを買いました。これもなんか新商品みたいな感じで地元のドラッグストアに並んでたんですけども、私の住んでるところは超田舎なので新商品って書いてあるものが実は新商品じゃないっていうすごいよね、時差がある、すごい時差があるまあこんな感じ。なんか画像で見ると薄いピンクみたいですけど、直接目で見るとなんだろう、ベージュっぽい、本当にベージュっぽい色です。こんな感じの色。あ、なるほど。あ、でもそんな感じかな。はい、ここに載せたんですけども、なんか思ったよりもベージュって感じはしないですね。なんかまあ薄いピンクかなって思います。ちょっとねベージュっぽい色を期待してたので、あのこれも普段買わない系のコスメでメイクしてみたらどうなるのかっていう実験でちょっと使おうかなって思ってたので、ちょっと残念かなうん、もうちょっとベージュっぽい色がつくかなって思ったけど、薄いピンクでした。はい、で最近ねヴィセにすごいハマってるので、ヴィセ見るのがすごい楽しかったんですけども、こちらはアイブロウペンシルのオリーブグレー、オリーブグレーっていう色です。でもこのスクリューがついてて、あとこっちはペンシル、楕円形のペンシルがついてます。こんな感じ。楕円形だと太くも引けるし細くも引けるので便利だと思います。でこれオリーブグレーっていうことでね、こんな感じの色です。ほんとちょっと緑がかった色にグレーっていう、もうほんと見たまんまの感じ。塗ってみると、でこっちの色ですね、まあ自然な感じ。私髪もなんかアッシュ系でちょっと緑がかった色な感じがするので、まあこれいいんじゃないかなと思ってこっち買いました。はい、で次はヴィセのアイブロウマスカラです。縛りコスメでメイクしてほしいっていうリクエストも聞いてたので、ちょっとヴィセを揃えてみようかなと思って、ちょっと今回ちょっとねチラッチラって揃えてみました。で眉マスカラもまあ欲しかったので買ってみました。これね、お湯で落とせるフィルムタイプのアイブロウマスカラみたいです。で美容液成分も入ってるみたい。これはどうだろう、ははは、ちょっとこれ見て明るすぎるかなって思ったんですけど、こっちの色です。まあちょっとブラウン系で眉消すのにはいいんじゃないかなって思います。ちょうどね私の髪くらいの色だったら、まあ別に浮くことも眉消すくらいなんで大丈夫かなって思います。うん、これはいい買い物だった。でこれこれね、私アヤヌンの動画めっちゃ見てるんですけどこれヴィセリゼの CC コンシーラーです。これライトベージュ買いました。ベージュもあったんですけど、ちょっとベージュだとすごい濃いなと思ったので、ライトベージュにしました。ちょっと明るすぎるかな、わかんないですけど。でこれアヤヌーノがめっちゃ動画で使ってるんですよ。でなんか見ててね、すごいあなんか良さそうだなと思って、ちょっと欲しくなっちゃったので買いました。もう完全にアヤヌーノに影響された女ですねでこの CC コンシーラーって新しいなと思ったし、これカチカチして回すと出るタイプで、ほら見えるかな、はい、ここです。ここちょっとね、これでも普通に濃いなって思ったので、2番がね本当に茶色くらい黒くて、ちょっと私クマ消したかったので、2番のそっちの方でクマ消すとちょっと余計クマになりそうだなって思ってライトベージュを買ってみました。なじませればねちゃんといい感じになじむので、まあいいかな。はい、でこれで最後です。ヴィセリゼのポイントアイライナー BK1 番。これね、先端が丸型のソフトチップらしいです。すごくないですか。なんかアイライナーって普通筆型とかじゃないですか。筆は私よく使ってるんですよ。リキッドアイライナー使ってて、先端は大体筆になってるんですけど、これはほらなんかちょっと丸くなってるんですよ。すごくないですかすごいと思って、これ本当にすごいと思って買いました。本当にすごい、びっくりした。ちょっともう書くとこがないんですけど、おお、こんな感じ。ちょっと太めかな、あでもちょっとにじむな。まあちょっと今ね何もつけてないから、今ちょっと何もつけてないのでちょっとにじんでるんですけども、こんな感じで
なんだろう、ポイントでちょん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 って書いていくみたいな感じのポイントアイライナーです。私基本アイライナーって本当に引きたくなくて、もうね、人と会うとすぐヘラヘラしちゃって笑ってしまうんですね。でその後に笑いすぎて涙出てくるみたいな、なんかすぐ涙出てくるタイプの人なので嫌なんですね。だからね、アイライナーとか引いちゃうともうこの辺とかにじんで仕方がないので、アイライナーとか基本大事な用事がある日とかはつけまつげだけつけてるんですけど、これだったらこの目のまぶたのここの黒目の上だけ引くとか引きやすそうだなと思ってこれを買ってみました。すごいよね、細いならわかるんですけど、もう細いアイライナーってね、もう出てるんですよねでこんな感じでね、先端丸くしてポイントに使うのにすごくいいよって言ってる商品っていうのはすごい新しいなって思ったので気になって買ってみました。私みたいに、まあ、いるかわかんないですけど、なんか人と会った時にヘラヘラしちゃってちょっとすぐ涙がね出てくるタイプの人いるかわからないですけど、いたらこういうねポイントアイライナー買ってみるのもいいんじゃないかなって思います。というわけで購入品を全部紹介し終わりましたイエーイ、めちゃくちゃ買ったでしょ。引くほど買って、ドラッグストア の, その店員さんもうわマジかみたいな感じで見られましたすごい恥ずかしかったです。でもこういうのって私本当に全く基本いつも買わないし、買う時にめっちゃ買うみたいな、買う時に爆発的に買うので、こんな感じでめちゃくちゃね今回は多く紹介したと思うんですけども、普段はね別にこんな爆買いするわけじゃないので安心してください。本当にまたこれからも多分購入品はね紹介できればしたいんですけども、まあこんなにねたくさん買う日はなかなかなかったので、すごい紹介し終わって今ホッとしております。チャンネル登録がまだの方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てください。バイバーイ。